ビズ日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告の役員報酬を少なく記載したとして金融商品取引法違反の罪に問われている元代表取締役のグレッグ・ケリー被告の控訴審が始まり弁護側は改めて無罪を主張しましたケリー被告は一審の東京地裁では起訴された8会計年度のうち 2017年度分のみ有罪となり残りの7年分は無罪とされ懲役6ヶ月、執行猶予3年の判決を言い渡されましたきょうの裁判で弁護側は一審判決について検察側が主張してきた共謀が成立する時期と別の時点での成立を認定している点などに問題があるなどとした上で 2017年度分だけに共謀が成立したという一審判決の認定は極めて不合理で、全面的な無罪判決を出すよう求めるとしました。